皆さんこんばんは、和藤です。2018年の12月1日、夕方の18時48分です。ステゴロ3に関してちょっとお話ししたいことがあって、踊る便所太郎さんっていう配信者さんが、主催をしているステゴロという、配信者の格闘技イベントがあります。で、1と2、両方とも出ていたんですけれども、2回負けていて、で3出るの迷ってたんですね。ステゴロ3はイベンターの便所太郎さんからお誘いをいただいていて、ちょっと1ヶ月間くらい考えさせていただいていたんですけれども、出場することにしました。皆さん応援よろしくお願いします。おい、ノンラブくんいらっしゃい。ワード2。今回ね、ステゴロが3で最後になるっていう風になってますので、頑張ろうかなっていう、最後ね、3度目の正直で勝てたらいいなと思ってます。応援よろしくお願いします。対戦相手とかはね、まだわからないんですけど、ちょっと出ようかなと思いました。こんばんは。お、イカ娘アイテムありがとう。これ何なんだろうね、このイベントアイテム。これ何なんだろう。アドイベントカレンダーってやつかな、これかな。毎日アイテムをゲットしていくと絵が完成する。これかな。これ何なんだろうね。なんか特権があるんだろうね。特典がね。ランキングアップするんだ、これ。ああ、そうなんだ。ありがとう、ありがとう。ありがとう。みんなくれるけど、何のアイテムか分かってないんだよね。何のランキングアップするんだろうね。メガホンみたいなもんなのかな。これは。最近ね、もうマンスリー圏外だからね。もう何ヶ月だろう。マンスリー150位以内に 入らなくなって、もう半年ぐらい経つかな。もうどんどん追い抜かれていってますよ。人気なし。人気なし。残念ながら。苦しんで吐いている顔。Lカップさん、和道さん、体格いいから大丈夫。大丈夫。体格いいから。ありがとう。Lカップさんいらっしゃい。すごいことなんだね。Lカップなんだ。Lカップ ?A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L。すげえな。本当にLカップなの?本当にLカップなの?すげえおっぱいだな。あ、本当なんだ。配信者なのかな?Lカップ。Lカップって聞いたことないぞ、俺。巨乳とか爆乳とかじゃないでしょ。グラビアアイドルとかやればいいんじゃないの。Lカップってすごいでしょ。何それ、 Lカップ聞いたことねえな。すげえな、世の中にはすごい人がいるんだね。ねえ、顔も美人だし、グラビアアイドルなれるでしょ。プロで活動できるでしょ、これ。もうグラビアやってるのかな、この人は。スカウトが来るよ、スカウトが。なんか首がかぶれてんだよね、この辺、ネックレスのところが。かゆい。金属アレルギーなのかな?ただれるんだよね。汗もみたいになる。
ラブくんさん、また来るね、監督。はいはい、また来て。いや、もういなくなっちゃうの。忙しいのかな。寂しいね。ノンラブくんさん、ハートを10個プレゼントしました。ハート10個ありがとう。ノンラブありがとう。ノンラブくんさん、バーガーを10個プレゼントしました。バーガー10個ありがとう。サンキュー。ノンラブくんさん、バイバイ。バイバイ。はいはい。また来てね。待ってるよ。匿名係長ただの花火さん、花火をプレゼントしました。花火ありがとうございます。おお、ありがとうありがとうありがとう、サンキュー。手頃3頑張ります。体もうやばいよ、ぽよんぽよんだよ、ぽよんぽよん。もう一回一からだな、一からやり直したね。気合い入れてこう。髪まだ切らなくていいかな。コメント全然ねえな。
じゃあ、お疲れ様です。また明日。おやすみなさい。